出していこうぜ。タケダでございます。刻んでいこうぜ。おやすみなさいバカ。おはようございますバカ。おやすみなさいバカ。ワンデイ乳首。ワンデイコンタクトってさ、寝る前と起きた後に付け替える。今回の動画、うん、タイトルとサムネイルこう見てよ、僕思ったことがありまして、うん、久しぶり TK にって感覚なんですよ。どっからあるぞかな。周平はあんまりこう競技面に関しては公表せず、あんまりこうストーリー性を作らず、こう自分の競技に集中してたっていうイメージがあって、2022年秋、僕大活躍だったんですよ。2回目の10秒7を出した年かな。そうです。で200もベスト出して、400も50秒出して、その戦後もよく出して、無敵の俺だったね。いや2年前すごかったよね。 その流れで2ヶ月後ぐらいにいわきサンシャインマラソンあって、うん、1年半前ぐらいですね、ちょうど、うん、軽く言うと皆さんに2023年 100m のレース動画を出したのは2本。山形県戦と入浴終わった1週間後ぐらいに日体出たやつ。ああでもあれもあったわ、3本だ。あー、うん、そっかそっかっていう感じは2023年だったんですよね、うん、また秋シーズン終わって、そこからこう練習の塩梅とかすっげー中途半端になって、フルマラソンで絶対成功はしたいから、怪我したくないから短距離の練習できないし、今もうちょっとウエイトやってるんですけど、ウエイトするとリスクがあったんで、フルマラソン期間中はウエイトもほぼしてなかったんですよ。3月ぐらいですよね、しっかり終わるのは。短距離シーズンにこう移行していくっていう形になるんですけど、噛み合わないやってこうグダグダしてってっていうところに、座骨神経痛っていうものを僕はあの学生の時はずっと思ってまして、腰の張りから神経をズキズキってこう痛めてくるような症状なんですけど、それにですね苦しめられまして、言い訳とかじゃなくてマラソンはそれでやってたっていうのが、ちょっと専門的な話し、ちょっと、いいよ。反り腰になるんだよね結構。姿勢いいってよく言われるんだけど、どっちかというと腰が入っちゃう、お尻とかハムが張りやすいんですよね。これ走りにもすごく出てて、そこからまずは神経痛とかの痛みがこう抜けづらいっていうのもあるんですけど、これはたくさんの治療と最強の腹筋を手に入れる、動き足のようなウエイトトレーニング、この3つが大きく大事なところになってくるんだけど、しっかり感知って多分ないんだよね、付き合っていかなきゃいけないような、それがちょっとこうおろそかになって、なるほど、っていうのがこのマラソンシーズンとか、短距離どうしようみたいな感じで、どれかがこう抜けちゃうって動きがずれてったみたいないうので、マラソン中もずっと正直痛かった、うまくいかなかったっていうのがあって、ずるずる来てるっていうのが正直なところです。一回さ10秒7、10秒走ったりとかしてるんで、皆さんに11秒0とか見せたくないとかじゃないんだけど、しっかり成長していくところをこう見せたかったので、それをもう見せれるあれにいない状態、スタートラインで立ってないっていう感覚なんだろうね。そう、ほぼリハビリ動画みたいなと言いつつも、まあ、しっかり短距離の練習はしてます。ちゃんとやってるんですよね。これは俺はすごいなって思ってて、俺は0か100だからあ、もう無理ってなったら俺はもうバーンってやんなくなるけど、それでもちゃんと最低限のケアと練習はずっとコツ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 やってたんで、ついっていうよりかは大変です。陸上と YouTube ちょっと紐づいてるところがあるので、モチベーションが下がったりとか全然ないんですけど、いろんな見せるチャンスがいっぱいあるのに、それに僕の体がついてこれないっていうのがすごく憤りを感じてるんですが、その中でね1年半ぐらい短距離の動画はほぼ上げてないわけですよ。フルマラソンの動画2本だし、再生回数も高評価もいいですよ。短距離であんなの見ないよあんまり。10秒初めて出して、やっと行ったぐらいなんだからあんなものは。フルマラソンすげえと思いながら活動してるとこなんですけど、視聴者からの声もありますよ。それは短距離どうしたの1年半で。結構あれだろうな、それ1年半だもん。いつか言い返しやろうと思ってスクショしてたんですよ。来た。じゃあここでこ今編集でポー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 って出る。出るはずなんだよ。出るはずなんだよ。1年半で来たコメントの数2件。最後までご視聴ありがとうございました。興味ないんかよ。興味ないんかよ俺のやつ。2件。やばすぎる。2件。っていうぐらいの、しかも疑問系やってよとかじゃなくてどうしたみたいなのが2件。悲しすぎるってそれは。見せたいしやりたいんだよ俺は。みんなだから今はもうずっと耐えてる、耐えて耐えて、よしまた
自己ベスト目指せる、みんなの前で大きい声で言えるっていう状態になるまで耐えて耐えてる、サボってやない耐えてる、我慢我慢して、もう上からこう2件ぐらいのパンチが2回2発2発だよ、こうやってしてるけど、あれあれみたいな、あれそうそうそうまず一つ、やめてません、はい、はい、やめてない、あの短距離はやめてない、でもやっぱりマラソンっていうのも僕の中でも大事なコンテンツにもなりつつあるので、そこもスルーすることはない、僕はやる、きっとうまくいく、そう信じて、もう今は強靭な体を作るしかない、もう一旦30イヤーは何か起こしたいね、起こしたいですね、ダッシュで行こうぜ、今シーズンもまあ、リンマル7月頭にだったんですけど、実は2失敗出てますし、まあ1試合目は東日本実業団で、無風で11分3。あれ意外と走れるってなったのが5月だった。SNS 見てる人は知ってんのかな、そうですね。Twitter、インスタに上げてます。そっから6月末ですね、千葉県選手権があったんですけど、あるんです。予選要員として、準決化してもらって、結果がもうめっちゃ悪化することはなかったんで、兄さんとも話させてもらって、こぐらいで走れるだけだみたいな、そのターゲットタイムみたいになって、いけるはずです。走った結果、ボロボロ、初めて夢の中で走ってた俺も見たけど後半の動きやばいよね、びっくりした。 YouTube 始めた当初の俺みたいなさ、ああそうだね、あれが座骨神経痛が呼び起こす、その足が踏めなくなるんですよ、空振りしますよどんどん、でも落としたくないから、一生懸命もがいちゃうんですよ、でフォームがぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな、そこまでなると思ってなくて、タイムがね後続の3人が速すぎて、はいはい、40秒87だったんですよ、社会人ベスト異例の自己ベストが東洋大学に出した40秒6なんですよ、それこそ庄司さんとか小田さんとかいらっしゃる、チームで40秒6だったんですよ、その後3年前ぐらいに根岸さんとか草野さんがいるメンバーの中に俺アンカーで入らせてもらって、40秒9で走ったのが社会人ベストですよね、はい、リレーのすごいね、後ろの3人10秒5 10秒5 10メートルぐらい差あるのに、久しぶりにどんどん足元が近づいてくるの分かる、いや分かるんだ、俺一生懸命走って進まないの、へー足で見てほしい、いやいや見せますよ、見せますよ、全然見せますよ、あれでもラップタイムが11秒2ぐらいなんですよ、なるほどね、100m11 秒2で走ってる人の走りってことでしょ、そうだね、タイムだけでいえばっていう感じで、まあ、僕のシーズンがこう入ってる途中なんですけど、話戻しますけど、足の状態もちょっとずつ良くなりつつあるんで、傾向としてはスピード練習みたいなのもちょいちょいできるようになってきたんで、これからね、ゆしきさんともトラック練習の動画とかもしっかり撮って、まあ、みんなに見せていきたいな正直あるんで、頑張ります、夏っていう感じなので、皆さんもうちょっとだけ注目しておいてください、だから僕の100年1年半で2人はきつい、いややってるからやってるね、やってんのよ、竹根、うん、陸上やめたんとかでいいのよ、そういうのもない、一番きついから触れられないのが世に言うワコンなのよ、マジでね、触れられないのがワコンなのよ、言われるのはまだっていうかいい時なのよ、ヨシキ押そうとかヘタレって言われるのはいい兆候なのよ、仕事上はそうなの、うん、見てくれてるから俺その下ないよオワコンだから、なので今年たちは約束できないけど自己ベストは出したい、100m、タイで終わるのはね痒いところあるんで、そうだね、うん、よろしくお願いします、ありがとうございました、最後までご視聴ありがとうございました、それでは皆さんまたのご機会に、さようなら、あっ